ました。え？回りました。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。今何してんの？お酒を飲んでます。このボールをゴミ箱に入れます。動いてないのかよくわかんない炊飯器くんですが、中に手を突っ込んだらあったかいのでおそらく動いてるんでしょう。お、できてる。炊きたてだよ。無事にできました。あ、硬い。すげえ、こんなに底の深いご飯初めてなんだけど。俺炊きすぎなんじゃねえの。こんなに底の深いご飯初めてなんだけど。やべえよ、だってほらこんなの初めてなんだもん俺。3文字ここまで埋まるの俺初めてなんだけど。6号6号ってこんな多いんだな。家だ、いや家でもこんなに高ねえよ。学生がいる大家族だよ。柔道部がいる家族だよ。いや、カレーが緩いの？それは由々しき事態だ。緩いって何？カレーがまだサラサラしてる。それはまずいよ。マジで？煮込むしかないよ。今ね、混ぜてます。カレーのある器を取り戻すため。え、強火にした？そうですか。焦げちゃうかもしれないけど、焼きカレーで焦げた。皆さんでいただきましょう。いただきます。手と手を合わせて、いただきます。いただきます。さあ、どっちからいこうかな。カレーからかな、やっぱりね。カレーだね、うまい。増える。これが唐揚げの力。唐揚げ入れるとうまい。一気にお腹が。ちょっと今の僕らにはダメだね。重い。ちょっとダメージでかいね。でもまあ、やっぱカレーとね、寿司っていうこのバカみたいな感じが好きだよ。納豆カレーって美味しくない？納豆カレーか。マジで納豆好きなんだ。納豆大好きなんだ。毎日食べるよ。俺も好きだけど。マジで？何じゃん、唐揚げ。納豆もね、食べるけど。みんな好きじゃない？1回で消化できないから、消費できないから。3パック入ってたのに。だから最近はね、1回で3パック全部使われました。マジで？どうやって？納豆スペシャルだ。納豆スペシャルだ。そのまま全部納豆。今夜私がいただくのはこちら、なんじゃもんじゃ。ででん。オレンジじゃねえよ。じゃあね、まんまるオレンジくん。ごとう。ごとう？足長ごとう。ちょ。でっかちゃん。たこ焼き精神。だよね。偽物ふなっしー。錦織圭。びっくり太陽。コロナ。森蔵で、あー、偽物の話。あ、たこ焼き。あー、そうだ。森蔵。よし。ちょ、あ、違う、錦織。こいつは錦織。
どこかだそうだ、錦織圭だあー、びっくり太陽よしあ、コロナよっしゃ頑張るジョンデンいたっけあいたなデッカちゃんよし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 デンジョンあんジョンかジョンじゃない錦織圭だ錦織圭だラスト、取るぞコロナじゃあ枚数数えましょう22、38おー、強いな最初の束がでかかったというわけで、ゆるたの勝利ということで